仕事してください。カレンチです。こんにちは。お願いします。よろしくお願いします。柴田と小畑と申します。お願いします。いやね、2020年はね、はい、相方、小畑目立ってほしいんですよ。いいの？そうそうそう。お前もいいの？いや、ほんま小畑の本物さみんな分かってほしい。俺が目立ってていいの？2020年はそうしてきたら。それちょっと頑張ろう、俺じゃあ。マジで。ちょっとギャグ見してあげて。目立つな、変な。変な目立ち方してるやん。見してあげて。見してあげて。ちょっと見俺ギャグしたらいいの？まあ、目立っていいの？じゃあ行きますよ。コンセントの穴覗いたら覗かれてたよ。その日の続けたらねえよ。目立ちに行ってるよ、お前。行ってないよ。じゃあ、今年は俺なんでしょ、今年は。いや、お前目立ってためっちゃ。じゃあ、お前、俺の後に変なことして、お前目立つからやめろ。いや、そんなつもりなかった。今年は俺なんですよ、今年はね。小畑なんでね。小畑なんですよ。はい。今度、健康診断なんですけど。健康診断あんねや。病院行くの緊張すんな、お前。あ、ほんな、俺がお医者さんやってるから、お前患者できたらいいやん。そうね、いきますよ。で、採血しますね。お願いします。頭に注射、カチューシャー。頭にカチューシャー。乗らんねえね、お前が。早い早いだから、どんな歌やのお前ら。何やねん、違反注射って。ええの、お前目立つなって。だからそんなつもりないで。今年は俺なのよ、だから。そんなつもりないで。お前カチューシャつけて違法注射するなんて、こいつの点数食い上げ。食い上げからの食いかけ。ノーだってお前。じゃないのよ、変な目立ち方ばっかりしてるやん。じゃあ俺が目立つの、今年は。続きやってやめやって、続きやったらいいの。じゃあ心臓の音聞いてきますね。いきますよ。あなたを思い出す一人。ハモらんでええよお前ら。めちゃくちゃ目立とうとしてるやん。目立ってやめてよ、目立つんだから。目立ってますね。腹立つで、ね、目立つやつやめてくれて。だから怒りすぎよ。何怒るよそれは。お前ちょっと怒りすぎや。じゃあ怒りすぎとかけまして、埋め立ての木と解く。その心は。どちらも気が短いでしょう。なんでできんのよ。できますよね。好きなしかお前なんでできんのよ。目立つやめてって。目立ってつもりない。天才でしょこいつ、マジで天才か。お前まして、落語家と解きます。その心は、どちらもセンスがあるでしょう。君狙っとうな。目立ちっぱなしやん、もう。目立つをやめてって言ってるやん。そんな、じゃあ俺が目立ちたいの。反省しろ、さっきは。反省しますよ。反省してねえな。反省してるんやったら、オッケー、ベーグル。ベーグル食べのテーブル、オッケー。反省してないやろ、お前。やめろ。やめさせてもらおうわ。ありがとうございました。どうでした？ありがとうございます。どうでした？いやー、まあなんか、外したとこは外したしって感じし、受けたとこは受けたっていう感じでしたね、やりながら。はい。なんか小畑が僕に納得いかないことがあるらしくて。ほう。それは。やっぱなんか舞台終わってからいつも、はい、ちょっと腹立つんですよ、言い方が。はい、すぐ文句言ってくれる。なんで文句言ってくれる？いや、終わってから、今日もまあ柴田途中で何個か飛んだんですけど、はい、なんか飛んだんが、まあ、お前がネタ合わせ中に俺の意見取り入れへんからやみたいなことをすぐ言ってくるのめっちゃ腹立つんですよ、はい、いや別にそのコンビのことやねんから、はい、そこを変えてったらいいなって話したらいいのに、はい、俺の責任みたいな感じで言ってくるのがコンビとして腹立ちますよ、普通に。なるほど、はい、それについて僕は乗るネタなんですけど、小畑がやったのに僕が乗りやすいように乗ってボケた方が絶対ウケるんですけど、小畑がやりたいことに合わせちゃって僕はやりたいことができなかったんですよ。今日やりたいように乗れなくて、何やったっけって気使ってもうたんですよ、ネタ合わせの時に。だから前も話したんですけど、そこは俺がもう乗ってゴール、俺が乗って受けるゴールを決めるとこなんで、もう僕が乗りやすいようなことを言ってくれたら笑かせるしって言ったんですけど、だからネタ合わせの時にそこ俺がやりやすいようにって言ってくれたら受けるのに、今日気遣ってもったから、これからはもう俺のもうちょっとやりやすいように聞いてやってくれへんっていうことを言いたかったんですよ。コンビでマジで腹立ってます今、普通に。え、でも僕は間違ってないと思うんですよ。はい、だから僕が乗れる、乗りやすいようなことをや
乗りやすい中で選んでくれた方がいい。いや僕はそこを言ってるんじゃないですけど、毎回言い方がおかしいやろっていう話をずっとしてるんで、僕は別にコンビでそこを間違ったところを修正するのは全然いいんですけど、舞台終わってからいつも、もう袖の段階で言ってくるんで、いや終わって思ったことを素直に伝えて OK でもいい、ね、流してくれるでもいいし、もううわって思ってまうんで、それ伝えたいんですよ僕は。こっちもその思うことあるんで。後で話します、それは。これは平川はどうしますか。めちゃくちゃふざけます。平川はめちゃくちゃふざけます。関係ないんで。なんと考えます。一番でもドキュメンタリーです、今は。今までのように、はい、リアルなんで、これは腹立ってる時は腹立ってる。